8月30日ですね。いやこれ単管パイプは基本的にですね、一人で組むんだったらちゃんと足場は30センチか40センチ埋めるべきですね。セメントでそっちの方がねバシッと固定されて動かなくてやりやすいですね。でそれがダメなんですよ今。なんで紙を蹴散らずに単管パイプの台をね、買ってきた方が良かったかなっていう今は後悔をしております、はい。あーちょっとね天気悪いんだよな。なんかさ東北今年ずっと梅雨だよな。梅雨が明けきるか明けきれないかの、そこら辺の天気ばっかり続いてるわけじゃないですか。今日はもう、固定してもう強い足場が何本かあるんでその強い足場をに、自在で食いつけてそこを起点にして、まあ、足を立たせ、立たせた状態で雨が降る前に、あれが固める感じですね。でちょっと単管をですね、切んないとダメな状態にもなってしまい、まあ、必要でいいかなという感じです。はい。からまあ、あとは雪が降るまで、あとは住み込みのバイトに行くまでにどれくらい、終わらせられるかっていう感じなんですけど、まあ、一旦単管だけは終わらせておかないとダメなんで、ちょっとまあこれが大詰めですね。これが終われば、これが終われば、ちょっとのんびりしようかなっていう感じです。ちょっと行って。はい。まあ足2箇所ですね。ここと、うわ。まあ、ここですね。まあ、結構こっちはですね、モルコンをケチって、砂利とモルタルにしちゃいましたね。まあ、その分、ちょっと厚めの足にしているから、まあいいんじゃないっていう感じです。はい。で、一番の問題、何をやりたいかっつったら、この3メーター30、この3メーター30のパイプを、まあ、あそこと、あそこの間に通すということをしたいというわけでございますよ。はい。なので下手したらちょっと10センチ20センチ足んなくて継ぐかもしれないですね。多分これに直線に伸ばすやつを使ってやるかもしれないです。本当はあれ立ててやるもので横についちゃいけないんですけど、まあいいや、まあいいや、もういいやっていう感じです。はい。まあだいたい今ね予報外れてちょっと雨降ってきちゃったね。ヤフー天気が当たったね。いやでもこの中途半端にやめるっていうのが嫌で、そうだな、雨降ってきちゃったから、まあ、ブルーシートをちょっとあれかけますか。今日は3月31日ですね。8月が終わりです。
今日こそあのニック系単管パイプをぶち上げてやろうと思います。はい、じゃあちょっと外出てみますからね。でもね、この単管とあとね、トタンを外すっていう作業があるんだよね。だから開封しないよな。単管パイプじゃない、開封で飛ばされないかがちょっと心配だわ、ほんと。はい、まあ一応昨日固めといた足が固まりました。これも結構ぐらついちゃうんだよな。まあ結局単管と単管同士で強度を出したらまあいいかなと思ってます。まあこれもこれで単管埋められない分、あの足を固めて重くして庭石をセメントで固めて重くすることで強度は出してます。モルタルです。これあ、でもこれ埋めた方が良かったかな。どうなんだろうな。あとははしごを出していくと始め、はい、じゃあまあ単管を、まあ、多分刺しやすいようにはなってると思うんですけど、まあとりあえずは30センチ間隔に、とりあえず先にたるきをつけてから乗っけますわ。まあ、ようやくですね、ちょっと仮止め終わりましたね。でまあこれはどうするかだよな。今年はブルーシートでやり過ごすか。とりあえずはあのパイプを立てちゃおうかなっていう感じですね。パイプを立てちゃって、そうですね。で、たるきを斜めにできるよ。これから台風が来るんで、まあ、台風の時にどうかっていうこともあるので、まあ、まずはちょっと穴掘って、単管を埋めましょうか。ホームモルコンがなくなってちょっとまだあれだな。あれだ、まだモルタルはあるんでちょっと砂買ってきますか。あともうちょい欲しいな。今は午後4時ぐらいですね。やる気がなくてうだうだしてました。まあ本来片付けたいのは外なんだけど、まあちょっとここら辺玄関がこのありさまなので、ここちょっと暗くて意味ねえなと思ってこの、玄関の電灯をやっつけますね。計画としてはあそこをまたタコ足っぽくします。まあ一応、後で撮ると思うけど、まあ今あそこ、ここら辺に転がってるパーツがあるんでそれをつけます。で、あそこのコンセントを一つ増やします。でそのためにちょっとここ魔改造ですね、ここを
サンダーで切ってコード出せるようにします。まあそれやっていきます。はい、まあ一応ですね、ここにカポッと、シーリングのあの電球のやつをつけて、ここに1個あのコンセントにができるやつあるんですよね。まあ一応それをつけて、コンセントをまあ伸ばしてやってみたいと思います。はい、さっき言ったのこれで、これが、あ、これじゃねえ、これっすね。これがここにこうガチョンとついて、まあここからもう一個電源コンセント引っ張れるような感じです。ちょっと今これをつけます。はい、まあこんな感じでつきましたね。あ、これもうちょいね、くるーりと回し、これでこうか、こうこれしようかな。これで終わりですね。いやでもいい感じのね、シーリングライトになりましたね。やっぱ暗いんですよ。ほら、まあこれでもちょっと暗いけど、ちょっとまあまだあそこら辺、本当はあそこら辺に欲しいんだよ、あのライトがね。でも、これなんだろう、たるきじゃなくて確かノブチなんだよな。だからあんまり重たいものぶら下げたくないんだ。だからまあこれが角度変えられるから、これをちょっと角度変えて照らす感じにしますわ。もうちょっとね、下の方まで来ても邪魔ないよ、頭に当たるから。まあここでこんなもんでいいかなって感じですね。まあちょっとあそこのね、玄関のそこは邪魔なんで、光こうどうしてもね、ちょっと暗くなっちゃうけど、まあまあまあしゃあないかなっていう感じですね。あ、これで一切見えないわけじゃないから、今日はこれで終わりです。はい、まあ今回ね、ちょっとあの草刈り、朝の町内の、ね、草刈りに参加してきて、この後あの避難訓練があるんで、それに行く隙間の時間でやってます。なんであんまり喋ってません。でもまあな、まあ、こんな感じで今年は10月20日までのプレオープンです。DM ください。バイバイ。